ずいぶん早いんだな。ああ、そうだな。さっきまで外に出ていたんだけど、警察署の前の通りであの子に会ったよ。そうか。あれ、ダンテ興味ないの？何も変わりはなかったんだろう。だったら俺が気にすることはない。まあそうか、何もなかったといえばなかったかな。ちょっと刑事に絡まれていたくらいで。なんだって？ちょっとだよ、ちょっと。ダンテが気にするようなことじゃない。だが教会から明日はストラノ地区で定例の炊き出しを行う連絡が来ているよ。彼女も参加するだろうけど、それも心配？ダンテもこっそり様子を見に行ってみる？俺はファルツォーネのカポなんだ。そんな真似はしない。うん、そうだね。だが、ストラノは治安が悪い。万一に備えて何人か護衛をつけておけ。目立たないようにな。やっぱり心配なんだ。違う。俺はカポとして合理的な判断を下しているだけだ。合理的ね。あの子はファルツォーネにとってとても重要な人物だけど、彼女はその存在だけでダンテを使命に縛り付けてしまう。あまり近づけたくはないな。僕はダンテを使命という重責から解放してあげないといけないから。
リリー、どこにいるの？はーい。ごめんなさい、お姉ちゃん。エレナお姉ちゃんが探してたんだよ。炊き出しの準備のことで相談があるって。驚いた。彼女が俺の顔を覚えてるなんて。話したこともないのに、まさか気づかれてるなんて思わなかった。今はまだ彼女には個人として認識されたくない。どうしよう、しばらく教会に行かない方がいいだろうか。古くより教国は墓守の一族ヴァルツォーネにブルローネの統治と秘匿された生物の守護を任せていた。だがヴァルツォーネは神のご意向を笠に着て犯罪組織へと身を落としたのだ。自らを律することもできず内部分裂を起こし、新たな犯罪組織さえあの町に生まれ、それだけではない、他国から流れてきた犯罪者たちまで幅を利かせる始末。もはやファルツォーネからブルローネの管理者たる資格が失われたのは火を見るよりも明らか。
かといってあの地には我々であろうと迂闊には手を出せない。だから来たるべき時までブルローネを監視すること、それがひとたるお前の役割だ。かしこまりました、陛下。恩義の憂いを晴らす働きをすることをここに使徒の名に誓います。期待している。ではお前に任務を授けよう。手始めにファルツォーネの。俺が強国の人間だということは隠し通さなければならない。だからできるだけ近しい相手を作らないように行動してきたのに、最近は。いつもありがとうな、ジョーちゃん。世話になってばかりで申し訳ねえ。教会の人たちが来てくれなかったら俺たちは飢え死にしちまうよ。ありがとうな。炊き出しのおかげで今年の冬もなんとか越せそうだよ。どうしました？そうですね。ではお願いします。くれぐれも気をつけて。リリアーナ・アドルナート、俺はあなたを連れに来ました。
あなたのことはよく知ってる。きっとあなた自身が知らないことも。リリー、待っていてくれたの？あのね、私の荷物の結び方がちょっと甘かったみたいで。歩き出した途端、中身が散らばっちゃって、慌てて詰め直していたの。ごめんね、私ったら本当におっちょこちょいで。一人で帰るのは不安だったから、あなたが待っていてくれてよかった。急いで帰りましょう。きっとシスターも心配しているわ。どうしました、リリー。帰ってからというもの、心ここにあらずといった様子ですね。ことがあったの？私ちっとも気づかなかったわ。とにかく急いで帰らないとってそればかりで。でもなんだか不思議な話ね。ねえねえリリー、もしかしてその人、あなたのことが好きなんじゃない？ええ、そうです。ええ。こんなことは初めてです。急いでいただいた方がいいかもしれません。少しあなたの顔が見たくなって。毎日会っているのに何をと思うかもしれませんが、最近ゆっくり話をする時間が取れていなかったでしょ。それでも、あなたはしっかりした子でした。私のところに来るのは、本当に怖い夢を見た時だけだったでしょ？知っていましたよ。いつも我慢していたこと。
本当はもっと甘えたい夜がたくさんあったでしょうに。ではこれからの話を、何かあった時は遠慮なく相談してくださいね。子供の話を聞くのは大人の楽しみでもあるのですから。ええ、いくつになってもあなたは教会の子、私にとって我が子にも等しい存在です。いいですか、リリアーナ。たとえ何が起きたとしても、あなたは私たちの大切な家族。主はきっと、いいえ、必ずあなたのことを守ってくださいます。そしてもちろん、私もあなたを守ります。必ず。話があるから来ました。さっきは邪魔が入ってしまったから。まず連れて行く。混乱するかもしれないけど、後で説明するから安心して。彼女に触れるな。やっぱり邪魔が入った。ネズミの動きくらい掌握している。それだけ？本気で俺を止めるつもりなら全員連れてきたって足りないのに。行こう。
これくらいの人数ならあなたを守りながらでも突破できる。リリーから離れなさい。邪魔。俺の使命を邪魔するならたとえシスターでも容赦しない。させるか。わきまえろ。